これすごいね。私のこの画質が最高に悪い。ブラシ叩かれたこう全部準備をしてからこう食べるスタイルが初めて感があるよね。ね。はい。なんて言えばいいの？クロパンのおかげでね。初グランピングに乾杯！いやこれ結構濃いめだね。ああいいですね。美味しい。美味しい。わかんないこれ。黒？黒だ。ソーセージあったかいうちに食うんだ。はい。ね、もう絶対黒ビール合うよ。私わかる。私わかる。私わかる。絶対ビール合う。なんかめっちゃうまい。肉汁が。ね。スパイシーだね。食べます。塩めっちゃ効いてて、みんな食べよう。なんかうめぇ。もうちょっと、あれよ。しみる。これ屋台のお姉さんですよね。いやこれは売れる。売れますよね、これ。次のスピカフェの事業展開は、おでん屋。あれ、これ熱いじゃないか。え、卵いらないかな。卵抜きの誰かいます。卵食べた？卵食べてください。ミサコの生肉がいけそう。ミサコの生肉ってそれミサコの肉みたいなのやめてよ。違う。それ骨ついてるの？なんかいけそうな感じはすごくするよ、こっちも。オッケー。うん、だいぶいけてる。で、美味しい。肉の黒火の神、そして肉のプロ。任せきなのでは。要するにね。要するにそう。でも飲食店経営者は強いよ。うん、強い。安心安全ですね。骨はしゃぶって。肉。みさこの肉これだよ。これいただきます。私の肉。私の肉。よし。これでいいんじゃね。言われやすいんだしね。うん、肉うまお。てかこれも食べる。これも肉ですか。ず肉肉あ、うまっ。5分ぐらい遅くビールと合う。ビールも本当にグランピングのね、天井してもらってるのに合う。うん、まだお肉だよね。うん、肉だね。うん、あとで本当に燻製チーズも食べたいから、ね、食べたい。うまい。トマトが溶け出した汁めちゃくちゃ濃くないですか。うまみ半端ないんだけど、すごいうまい。うまい。え、神じゃん。スーパーでおでんの具買って追加しようかと思ったけど、あながちあってもよかったかもしれない。まあ、そう、まじめちょうどいいぐらいかもしれないですね。あの肉とかと、うん、うまい。あ、すごいね、なんか確かに無駄なの寂しいね。ですよね。じゃあちょっとセルフでかけますね。
ブルートゥースを通さずにダイレクトにかけます。まあ一応ここね、著作権フリーの。フリーの。フリーではないんですけど。いいよ。本人がね。本人が購入してるんで。はい、購入してるんで。本人が訴えなきゃ OK。いやなんかこの BGM だけ流れて無音でモクモク食べてるのがすごいシュールで、まあ、無音は変わらない結構無音は変わってないですよ無音じゃなくなったけどみたいな、うん、そう無音がこれこのまま突っ込んでいいやつ、うん、はい。むしろ今音が入ったことにちょっと油断をしてモクモク食べ余計食べましたね食べなくてよくなったうん。ここ鍋好きってのか。いや、鍋好きなんか入るね。ここだ、ここ、ここ、ここ、みたいな。俺よ、俺よ。これさ、ちょっとさ、中開けてもらっていい？オッケー。できた！あ、こーん！絶対絶対。肉汁がすごい熱いです。あ、垂れてる。